じゃあこんにちは、はい、さゆたかさん、はい、ヤクルトの青木宣親選手が、ね、シーズン限りでユニフォームを脱ぐと、はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様です、ね、またね、引退される方とかの動画はそれはそれで、はい、作るんですけど、やっぱりちょっと青木選手は特別にということで、まあ、そうだね、はい、一本作らせていただきたいなと思いますけれども、はい、ね、豊さん、はい、青木選手、まあ、その引退のその一報というか情報が入ってきた時にどんなまず思いでしたか、はい、何がきっかけで決断したのかなっていうのがまずね、うん、気になったということ、はい、まあ、42歳、はい、2歳でだからまあ想像してた、うん、まあ例えばそのファンに対していいパフォーマンスが見せれなくなったとか、うん、まあやっぱ職人らしいなっていうふうにまず思ったのと、なんでこのタイミングだったんだろうなっていうことも考えたし、うん、まあ引退会見とか、はい、まあいろいろ見て、ああなるほどなとか、うん、まあいろいろ思う節があったから、はい、まあ、ちょっと話していこうかねとまあまあでもなんていうの、青木と最初に出会ったのがもう忘れもしないけど、ルーキーの年かなんかでファームでやっぱこうよく打ってたんだよね。で一軍に上げて全く打てなかったのよ、はい、でそれを悩んでベンチ前で誰かと話をしてたんだよね、うん、その時に俺解説でちょうどたまたま行ってて、うん、どうしたのとかいう話をしてたら、はい、いや青木ですとか言って、うん、あ知ってる知ってるとか言って、うん、全然打てないとか、うん、まあアドバイスっていうことではないけども、まあまあ慣れたら打てるよみたいな、まあそういう話はしたことあるんだけども、まあでも打つことに関してその1打席1球にこれだけ執念があった人っていうのは、うん、なかなかいないな、うん、それをこう、まあ、みんな持ってるんだろうけども、こうにじみ出てくるものっていうのが、はい、あった選手っていうのはなかなかいなくて、うん、このにじみ出てくるっていうことはやっぱ裏で相当考えてる、相当やってるよなっていう、じゃないとここまで出てこないよなっていうような、はい、まあそういうことはすごく感じた選手なんだな。うん、そうなんですね。そうそう、あの阪神の鳥谷選手は2人あの早稲田出身で、はいはい、同じ時期なんですよね、ドラフトがちょうど同級生なので、はいはい、でドラフトの4位でヤクルトに指名されて、そこからめきめきと力を発揮してます。あの安打製造機というふうに呼ばれて、2年連続200安打も達成されてるっていう、はい、初めてらしいな、はい、200本がな、あの2年やったっていうのは、はい、ただあの体のサイズだよ、体ですね、うん、俺も小さい方で、はい、まあ、内野と外野では違うとは思うけども、うん、よーくあそこまでできるなと思うよ。同じ左ですよね。いや、右投げ左でね、はい、いやだからその気力だとか、うん、体の手入れも相当したのかなって。ほんでメジャーまで行ってるからな。そうなんですよ。いやそれだから相当やっぱこう体も無理してると思うんだけども、よく42までやったなと思ってさ、はい、うん、まあ逆に言えば不思議な選手だよね。不思議な選手、いやこんなの体持つんだと思って、うん、だから体が小さいとさ、体が大きい人が 80% でできるところを常に100でやらなきゃいけないんだよね、はい、その100を出し切れる選手だったんだけども、決して楽はしなかったな、打つことに関して、はい、もう手先でバーンとか、なんか綺麗に打つっていうよりも何とかするっていうようなタイプだったから、よく体が持ったなと思って。そうなんですね。いやそうそうそう、だからすごく不思議だなというのとね、うん、やっぱこれだけやっても野球のことが好きでみたいな、はい、ほんで印象深かったのが全く悔いがなくもうやり遂げたという感じがしますと、うん、まあ、それはやっぱ体との相談の言葉かなっていうふうに、うん、いや思うし、はい、でもそうやって言える人ってなかなかいないよね。そうですね、悔いがなくっていうのは、うん、で本当に悔いがない、いやまあそうやって言う人もいるけど、いや悔いあるだろうな、ああいうところで ああいう扱い受けたしなとか、うん、いやでも青木を見てると全くそういう曇った点がないんだよね、はい、やっぱりやり遂げたという感じがするんだよね、うん、それと、まあ、野球関連の、まあ、仕事に就きたいと、そうね、おっしゃってた、ね、おっしゃってたし、まあ、それとやっぱ監督にも興味があるとかね、はい、いう発言もまあいろいろ言ってたけど、うん、おこのまま監督やるんじゃないかなっていうような
気がしてならないんだよね、あの発言は。まあ、高津監督の後を継いで豊さん的にまあやってほしい。まあ高津監督が今年辞めるか辞めないかは別問題として、うんうん、例えばその入閣するとか、うん、まあそういうことも視野に入ってるのかなとか、はい、いや高津監督がいやもう辞めますと、うん、青木がやるんだったら譲りますみたいな、うん、なんかそういうことなのかなっていう、うん、そんな気がするんだよね。確かに、まあ、もちろんあの技術とかあの後輩に教える指導力ってすごいと思いますし、あとやっぱあの村上選手が会見のした涙とか山田哲人選手とか見てると選手たちからもすごく慕われているから、まあね、監督になるとやっぱりこうコミュニケーション取れたりうまくいくのかなとか。そうだな、うん、だからまあここら辺がね、まあ、ヤクルトの球団の気質みたいなのがあって、はい、うん、まあ、例えばあまり近すぎると言えないとか、うん、あまり近すぎ、まあ、青木は厳しい人だったから、うん、そうですよね、まあ、自分にも厳しいし他人にはその厳しさの半分は与えてたと思うけども、うん、まあ、言えるか青木だったら大丈夫か、言えそうですね、そこは、うん、なんかそれと青木に言われたらっていう、うん、まあ、選手も納得するかな。まあいいか、でも球団によっては直結よりもちょっと話した方がまあいい場合もあるよね。あ、そうなんだ。でもヤクルトって本当になんか広島がよく使う家族っていうか、まあそれみたいに、まあ上田選手とコラボした時に休みの日もロッカーに行きたいぐらいのなんか仲良さがあるしね。あ、そうなんですね。だからまあ兄貴みたいな人が監督だとまあ逆にいいかもね。なんか一つにギュッとまとまるというか、あの引退会見をしてからあの2試合ぐらい山田哲人選手も村上選手もホームランあったりとか、チームも2連勝したりとか。いや村上のホームラン強烈だったな。あのすごいところで飛んでいきましたよね。あのセンターバックスグリーンとドームはもう天井ずっと舐めていってるみたいな感じだったもん。すごかったですね。いやすごかった。うん、まあまあでもどういうね球団が扱いをするのか、はい、まあ、これは今後楽しみにしたいとは思うけどね。そうです。まあ、一回あの外出てね、はい、周りを見渡して見るのもよし、うん、まあ、青木ぐらいの考えだとか、うん、あの能力がある人だったら、まあ、監督やってもいいのかなっていう、うん、そうです、まあ、そんな感じもするし、うん、でもワンクッションを置くために誰かを立ててヘッドコーチとか、まあ、そういうことを経験するとか、うん、それもよし、はい、まあ、いろんなことを可能性を持ってる人だよね。どちらにせよ必ず指導者にはいずれかなる方っていうことですよね。まあ、なってもらえないと困るよね多分、うん、あのヤクルトの方はね、はい、うん、それはそうだよ、うん、だからいずれはね、まあ、ユニフォーム姿っていう現役時代のユニフォーム姿じゃなくて、はい、見れるとは思うけどもね。うん、あとはやっぱでもこれはもう高津監督がまだやってるわけだから。そうですね、まあ、失礼な話でね、はい、まあ、そういう想像も、うん、まあ、できるかなというね。うん、まあ、それだけ能力が高いっていう人だよね。そうですね、うん、あとはやっぱりあの引退記者会見での村上選手の涙であったりとか、あと今あの各球場あのビジター行ってもあの挨拶、例えば巨人で坂本選手だったり長野選手と挨拶交わしたりとか、亀井コーチ新岡さんと交わしたりとか、甲子園球場では岡田監督と肩組んで、うん、上から行きましたよね。いやあれなんかこう許可得たんじゃないかなっていうね。そう、まあ、でも一生の宝物だって ね先輩後輩で、まあ、言ってたけども、でもなんか、まあ、先輩後輩っていいよな。いいですね、大学が一緒だとああなるんですね。まあなるね。それと、うん、表情を見てると、はい、なんかもう本当に戦う顔ではなくなったな。うん、なんかも違いましたね。いや、やっぱね青木はやっぱ緊張感あったんだよずっと、うん、でずっと戦ってたんだよ気持ちの中で、はい、そのタガが取れた時にいい表情になったなと思ってさ、うん、あ、やっと解放されたかっていう表情になってるのを見て、なんかちょっとほっとした。うーん、なんかこう普通の人に戻ったというかさ、なんか今までは超人みたいな、自分はこうじゃなきゃダメだとか、うん、こう振る舞っていかなきゃいけないというね、自分に多分厳しかったんだと思うよ、後輩も見てるしね、うん、だからそれが取れた時にあの表情っていうのはすごく青木っていい表情するな、うん、ね、思いました、笑顔で。そうな、うん、いやだからあの顔を見てちょっとホッとしたかな。
まあ、引退試合は10月2日カープ戦、まあ、神宮で行われるんですけれども、はいはい、そこが、まあ、引退試合になるということで、うん、もうすでにチケット争奪戦も始まってるようですね。やっぱ青木も泣くんだろうかね、最後泣くんじゃないですか。いや泣きそうだな、うん、それ見たら泣くな、うん、多分な、多分泣きますよね。あと選手たちも後輩の村上選手であったりとか山田哲人選手であったりいろんな選手が涙するのかなっていう、そうだね、最後うん、ぜひね神宮での最後ですし、選手たちはもう青木さんのためにっていうことで多分もうすごくいい何戦なんの、カープ戦です。またカープも大変なのに当たるな多分ね、負けられない試合っていうのをカープ残してるので負けられないと思いますし、まあ、青木選手もね、あのね打席に立つので、それは立つよね、はい、どんな試合になるのか、フル出場するんかな、あの1打席だけではなくスタメンでずっとかもしれないですよね。まあレフトから始まってセンター行ってライト最後行ってみたいな、あ3打席で終わるかな、3打席でなんかうんっていう感じで、あまあいずれにしてもね、はい、まあ、青木の姿っていうのは焼き付けておきたいよ ね、 そうですね、まあ、本当にあの素晴らしい選手だったし、うん、本当選手としての鏡というか、はい、まあ、そういう精神的な部分も持ち合わせてたしね、はい、技術も大したもんだし、ね、うん、その都度変化もしていって打てた人だから一つのものじゃなくていろんな技術を研究し、体の使い方とかももちろんそうだけども、だからいい指導者になると思うよいやいや本当にこれはなると思う、そうですね、多分誰しも100人聞いたら100人そう思いますね、まあ、そうだね、あのね、今シーズン限りであのプレイヤーとしてのヤクルトのユニフォームを見るのは最後になりますけれども、どこかしら近いうちに監督としてヤクルトのユニフォームを着て戻ってきてくれることがあるとファンは信じていると思うので、まあそれはそうだな、はい、まあ、ひとまずちょっと引退試合を楽しみにしたいと思います、はいはい。